スイングフィックス。スイングデザイナーの澤田大輔です。90ギルを目指す皆さんのスイングをデザインします。スイングデザイナー澤田大輔プロ。プロゴルファーである父の影響でゴルフを始め、2004年ツアーデビュー、2013年にはティーチングプロへ転向し、おもてなしの心で日々スイングをデザインしています。保土ヶ谷バイパス下川インターから5分、最新のトップトレーサーを完備した横浜スパークゴルフクラブからお送りします。今回は上りと下りのロングパットで3パットを減らすコツをデザインしていきたいと思います。上りと下りのこのロングパットなんですけれども、同じスイングで、パッティングしてしまうと思わぬミスを、思わぬピンチを迎えることがあります。そのようなピンチを招かないように、この今からお伝えするちょっとしたコツを、皆さん覚えていただければ確実に2パットでいけるようになりますので、このデザインを覚えてください。3パットを減らすために重要なポイントになるのが、セカンドパットが上りのパットになるように打つということです。まず最初に悪い例として、この上りのロングパットでちょっとやってみたいと思います。このように強く打とうとするがあまりインパクトをパチンとやってしまって、カップを大オーバーして下りのパットを残してしまう、これがまずは悪い例になってしまいます。ではどのようにスイングしたらいいかですが、イメージとしては大きくダラーンとスイングすることです。このようにスイングすることで、強くヒットしすぎることがなくなりますので、セカンドパットが上りになるように打つことができます。ではちょっとやってみたいと思います。上りを意識しすぎるとインパクトが強くなってしまうので、大きくゆったりとスイングしましょう。では下りのロングパットのありがちなパターンをやってみたいと思います。このように大オーバーを怖がってしまってインパクトが緩み、もう一度セカンドパットが下りになってしまうこと、よくありますよね。ではこういう結果にならないようにどのように打ったらいいかですが、スイングの幅としては小さくイメージしてください。で、小さくスピーディーに動かすことで、大オーバーもせずにセカンドパットを上りに残すことができます。下りを意識しすぎるとインパクトが緩みやすいので、振り幅を小さくしてスピーディーにスイングしましょう。メトロノームのような一定のリズムを忘れなければ、このような小さいスピーディーなスイングをしても大オーバーすることはないので、安心してやってみてください。ファーストパットが上りの場合は大きくゆったりとスイングすることを心がけましょう。下りの場合は振り幅を小さくしてスピーディーに打つとインパクトで緩まなくなります。上りと下りのロングパットの打ち方を変えることで、セカンドパットが上りのパットになるようにデザインしていきましょう。